What's up? DJ ミカです。今日は E3 で SNK さんのブースにお邪魔させていただいた時のレポートをしたいと思います。会場を歩いてる時にずっと気になってたネオジオミニ発見した時すぐ遊びに行っちゃいました。私が遊んだネオジオミニはサンプル版みたいで販売されるものと内容は若干違いがあるかもしれないですが紹介していきたいと思います。左がインターナショナル版、右が日本版。こうやって2つ並べると駄菓子屋さん思い出す。 3.5 インチの液晶画面でコントローラーのジャックが2つついてくるみたいです。そして裏側には HDMI のジャックがあってテレビにつなげることができます。ヘッドホンジャックもついてるみたいです。今回はコントローラーを使わず本体でプレイしてみます。サイズは手のひらサイズで私にぴったりのサイズでした。片手にちょこんって乗るイメージです。本体のみで遊ぶとき、私の場合机に置いてプレイより両手でホールドしてコントローラーで遊ぶスタイルの方が遊びやすかったです。それでは収録されているゲームをチェックしていきたいと思います。まずはインターナショナル版から、逆からですいません。パズード、ゴーストパイロッツ、ラストリゾート、ブレイジングスター、フットボールフレンジー、スーパーサイドキックス、トッププレイヤーズゴルフ、忍者マスターザ覇王忍法帳、絆インカウンター、ワールドヒーローズパーフェクト、ラストブレイド2、サムライショーダウンスペシャル4、2、ガローマークオブザウルブス、リアルバウトフュトーフューリー、フュトーフューリースペシャル、アートオブファイティング、ザキングオブファイターズ2002 2098 97 95、3カウントバウト、ムーテーションネーション、クロスドソーズ、ロボアーミー、ショックトゥルーパーズセカンドスクワット、ショックトゥルーパーズブルースジャーニー、マジシャンロード、戦国3、キングオブザモンスターズ2、キングオブザモンスターズ、メタルスラック5 4 x 3 2、メタルスラックです。全然追いついてなかったけどインターナショナル版でした。それでは次日本語版いってみましょう。日本語版は公式発表されたタイトルを紹介したいと思います。ザ・キング・オブ・ファイターズ94、そして95、96、97のオロチ編イオリー、98、99、2000、2001、2002、2003、新サムライスピリッツ・覇王丸地獄編、サムライスピリッツ・天草降臨、サムライスピリッツ・ゼロスペシャル、ガロー伝説スペシャル、リアルバウト・ガロー伝説2、ザ・ニューカマーズ、ガロー・マーク・オブ・ザ・ウルブス、ワールド・ヒーローズ・パーフェクト、フーン・スーパー・タッグ・バトル、龍子の剣、幕末ロマン、月下の剣士、幕末ロマン、第2幕、月下の剣士、月に咲く花、散りゆく花、忍者マスターズ、痛快ガンガン行進曲、キングオブザモンスターズ2、サイバーリップ、ショックトゥルーパーズセカンドスクワット、トップハンターロディ&キャシー、忍者コマンド、バーニングファイト、メタルスラック、メタルスラック2、メタルスラック3、戦国伝承2001、ASO2 ラストガーディアン、ティンクルスタースプライツ、ブレイジングスター、トッププレイヤーズゴルフ、得点王、ジョイジョイキット、以上になります。気になるタイトルありましたか？私はガロー伝説スペシャルとザ・キングオブファイターズやりたいです。イオリ大好きです。よければコメントで気になるタイトル教えてもらえれば嬉しいです。ということでネオジオミニサンプル版の紹介をさせてもらいました。ネオジオミニ日本語版は7月24日発売で SNK さんのウェブサイト、そして Amazon で予約受付中です。インターナショナル版はまだ発売未定とのことですが、2台ともゲットして部屋に並べて飾りたいなと思います。そしてブースでお世話になりました松下さん、レインさん、ありがとうございました。 SNK40 周年記念おめでとうございます。ブースでいただいたキーホルダーめっちゃ可愛い、お気に入りです。ネオジオミニ発売楽しみにしてます。拙い説明でしたが楽しんでいただけたら幸いです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、インスタグラム、ツイッター @DJMIKANIC、 よければ登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。